まあ、改めまして逃げるべというコンビの、僕はキヨトモというんですよね。キヨトモ、本名でして、もう清らかの清に友達の友という名字がキヨトモなんで、僕キヨトモ本名でやってるんですよ。はいはい。で、まあ、こちらが私はツーコっていう源氏なんでね、芸名っていう話ですね。そうね、花束を持ってきて違う持ってこられないですね。そういうことなんですけど、はい、ありがとうございます。演歌歌手のスターみたいなことはないんですね。はい、そんなこと絶対ないんで ね、頑張ってまいりましょうね。ありがとうございます。いややっぱりね、芸人やってて、やっぱりこういう時期やから、お客さん来てくれるかどうか心配不安で不安でね、もうできた瞬間ね、お客さんの顔見て、うわー嬉しいって、もう胸がいっぱいで、もう今目頭熱くなって。いやいや、いエラー始まってねえ。どうも、金属バットです。お願いします。ありましたよね。もう大変な思いされてる思いますけどね。はいはいはい。で、あとそれからテレビとか見てましても、なんか横文字をよく聞くようになりましたよね。横文字。僕この間ね、地元の親友とね、はいはい、ご飯食べたんですよ。あ、いいですね、親友と。そうそうそう。で、その時に究極の二択をしてね。恐怖のトンネル。ね、もう布団で寝る。勝手にしろ。お世話になってます、伊藤と畑中で、小沢です。お願いします。ありがとうございますね。はい、小沢だと言うんですけれどもね、ガラケーやがって。できるか。これ無理やりすんねん。無理やりできる。リモートの未来があるぐらいにリモート漫才もできるぞ。面白いゲーム考えてたんですよ。ゲーム、はい、皆さん、カズトリっていうゲーム知ってます？カズトリ、カズトリ、ジョークですよ。オープニングジョークぐらい言わせてください。いいでしょう。まあ、こんなこと言いながら皆さんのご機嫌を伺ってみよう。古いな。あったかいね。ここ言うわ。バラバラに。あ、そういうパパ。感謝神経。今のここ計算得意だ。あ、そう。その前の9だから。どこ遠くらい？9ですよ。やって。行くで。はい。そこで、学んだコロナあるあるが1個だけあるんで、1個だけ歌っていいですか？でも体力が戻ってないんで、歌えるかどうか分かりません。お、嬉しい。もうこれぐらいがちょうどいいわけですよ。ね、満席はもうきつい。もうね、もう笑かせない。落語だけなんです、こうやって座っておしゃべりできるのはね、ありがたいですね。あんなもん朝の情報番組なんか爽やかじゃない時間に。いける。こんなやつ出てみろ。何？チャンネル変えられるやろ。リモコン隠すわ。何やその会社。いける。どうもこんにちは、ケイです。いや、会いたかったよ。ありがとうございますね。こういう状態でも来ていただきまして、ありがたいもんですね。今日からなんかね、緊急事態宣言でね、行こうともね。そうでございません。大変ですよね。腹立つ人って周りに多いなと思うんですよね。腹立つ人、あ、なんかマナーの悪い人とかね。例えば電車の中でね、電話してる人、こんな嫌なんですよね。あの片っぽがですね、見た目が中年女性みたいなんですね。あの成人男性なんですけれどもね、中年女性と成人男性ではないんですね。すごいでしょ。ね、あなたですよ、あなたですよ。ピザって10回言ってもらっていいですか？あ、ごめん。ごめん。やらない。いやいや、ごめん、もういい。ちょっとそれ言ってや。いやいや、もうやらないって決めてる。お客様、私、当旅館の主人で佐藤大一郎と申します。うちの従業員が大変失礼いたしました。お詫びとして宿泊料サービスさせていただきますので。え、いいんですか？ラッキーやの。なんや、お前は。ラッキーや。
何見とんねはっ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 てリズムに飛ぼうとしてる時点でこれ笑ってないでしょ。もうそっちに捉えられすぎて普通に自然に笑えないよ。なんだこのルールと思うよ。いや思いながらやっててそんなの。うおいえいって言う。あと笑うなら笑う、笑わないなら笑わないなら。押し切ろうとスイックレーターそのお兄ちゃんガチャンだけで。コロンさんコロンの。もう一回の時に死んじゃったからファン止めようとするか。だからファンです。デモに座りやがって。なえねえぞ、いつ。最近あの結婚相談所で知り合ったカップルがそのまま結婚するっていうパターン結構多いらしいな。結婚相談所、そうそうそう。いやでも大変そうやなと思うんが、結婚相談所の仲人さんだな。大変そうやなと思うな。何が大変？いや僕あの娘が生まれたんですけども、ある程度大きくなった時にこう一緒にやってあげたいなと思ってんのよ。あ、なるほどね。そういうこと。ただ残念なことに最近の子さんはもうこんなゲームしません。どういうこと？やっぱ昭和の遊びですから。あんたさっき落語喋ってた花丸さんやろ。あんたのファンになったわ。悪いけどな、この色紙にサイン書いて言うて。練習を。俺店員さんやってるからお前お客さんで入ってきたらなれるやろ。ああ今やってくれるって。そう。ああなるほど。お前ちょっと店入ってきて。お客さんで来たら。俺店員さんやるから。なるほど。いらっしゃいませ。森山とリリーで見てるなんでね、よかったらね。まあ、この相方の森山なんですけども、僕がよくね、ある有名人に似てるって言われる。そうなんですよ、奥さん。僕ちょっとね、いろんな人に例えられたりするんですけどね。まあね、その方はね、はい、あの僕は京都出身なんですね。凱旋ですわ、今日なんか地元ですね。正味の凱旋でございますよ。そうですね。相方がね、大学時代一緒なんですけどね、はい、もうあの出身地が広島なんですよ。どうも皆さん、ようこそ来てくださいました。ファミリーレストランと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。いらっしゃいませ。このしゃがんだ状態で初めましてってあったら、あ、この人立った時に身長高そうと思いません？ね、でしょ、でしょ。でもちょっと立ってくれへん？ちっさな。はい、ようこそお越しいただきましてありがとうございます。これ一番印象に残る手段かなと思いましてですね。特技。はい、あの皆川の方はですね、はいはい、昔から早口言葉すごい得意でして。早口言葉。私自分でイラスト描くのでそれを使ったネタとなります。これ T シャツもちなみに、自分で、描いた T シャツとなります。これだけの人がね。そう。書いてくれてね、うん、まあ、おかえりっていう目をした人は一人もいないですからね。デリカシーのない人って腹立つなと思うんですよね。いますよね、そういう人ね。いるでしょう。デートに行くことになって、デート、はい、どんなことわからんかすごい緊張してるんですよね。あ、そう、すごい緊張してるんやったら、うん、俺に任せてくれた方がいい。任していいの？僕子供の頃はね、あれよくやりました。あ、何やった？かくれんぼしましょ、うん、笑うと負けよ、あっち向いてほいっていう。どれ？どれ？どれ？最近ね、おしゃれに目覚めましてね、髪の毛シルバーに染めてます。知らないやねん。言うなよ。何のおっさんやそれ。言わんかったら分からへんねんから。
ターを使った楽しいゲームをしたいなと思ってね。ゲーム？はい。あ、ええやんか。10回クイズってあるでしょ。あ、そんなみんな知ってるじゃないですか、10回クイズは。有名じゃないですか。ピザ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 言ってね。健康に気を使っておりまして、あ、いいことですね。なんと毎朝ミキサーで野菜ジュース作って飲んでます。えらいやん。なかなかできないですよ、ね、でもえらいけど俺も全く同じ。おお、そうな。ほなほな、俺の好きな女優さんとかわかる？知ってるよね、好きやったら。怒る。ほんまか？怒る。怪しい。やっぱ嫌なニュース多いじゃないですか。中でもちょっと気になるニュースありましてね、あのリストラ問題、あれはちょっと気になるんですよね。まあなんかこの時期は特に多い気がしますね。あれ嫌ですね。いや、あのそのね、メガネのね、あのあまりそのまあ多分気になる買い物行くコピコぐらいやったらね、別に気にせずかけれるんですよ。うん、この辺の街は綺麗やん。やっぱり観光客のご客さんも多いからな。多いし、お城やかやしね。ね、合間にはね、銀行行きたい、銀行。いつから帽子かぶってんの？ちょっと帽子取りましょうか、じゃあ。取ってよ。はいはい、帽子取りましょうか。こんな感じになってます。こんな感じになってます。もっとそれよ、おい。はい。和風に何でもかんでもカタカナの言葉を言っていただけると、即座に和風に変換するというような特技が。カタカナを和風に変換。例えば、うん、アイスコーヒー。アイスコーヒー。喫茶店なんかであるアイスコーヒーなら、はい、冷やし黒豆焙煎汁。まずそうですね。